英字351号さんは、科学的説明により、人間の死生観を根本から変革する。英字351号さんが、今まで YouTube に投稿した主要な映像、英字351号さんは、2007年6月26日から、2014年11月30日の7年間に、7本の映像を YouTube に投稿したが、それ以降の約7年間は投稿をしなかった。今回2021年3月25日から投稿を再開して、7月9日までの約3ヶ月半の間に、この映像を含め10本の映像を投稿した。今回は、その10本の映像の中から4本を選んで皆さんに紹介したい。英字351号さんが、YouTube に映像投稿をする最大の理由。英字351号さんが、YouTube に映像投稿をする最大の理由、それは、映像投稿を通して、人間の死によって、主体的個性とともに、その人間個体が今まで認識していた自然を再び認識できることはないという素朴な死生観である。その従来の人間の死生観は誤りであり、新しい人間の死生観を説明するために、映像投稿での説明によって、大きな変革を目的にしている。人間は、他者が見る世界と同じものを見ているのか、という問いが肯定される理由。では、今まで認識していた自然が、死によって、再び認識できることはない、とすることのどこが誤りなのか。それは、認識する自然は、人間個体の脳によって近く形成されたとする個別の自然像ではなく、自然として全宇宙に普遍する反全体的な存在だから、それは分割されず、像として認識されても人間個体が作る個別の像ではない。自然は根源的存在状態という元々の状態があり、人間各人はその根源状態を認識するから、頭部に損傷を負っても、自然の認識はほとんど変化しない。それにより、人間は他者が見る世界と同じものを見ているのか、という問いは肯定される。この自然の根源的存在、これを現存在と呼ぶ。さらに、量子力学での量子の確率的未確定から実在への確定には、意識が介在する必要があると、コペンハーゲン解釈にも暫定として記述されるが、意識がミクロ世界に及ぼす物理作用には、実在への確定において、何か本質的な根源作用があると思われる。自然のもともとの根源的存在状態とは、どのような状態なのか、それは、自然を形成する微細領域の量子的様相に立ち返ると、そこでは実体準備性とでも言うべき、現象可能な未完成実体が複数存在しており、その多様混濁の中から、一つの世界としての実在を作るように、人間の意識は働くのである。おそらく、その成因は光かもしれない。自然の根源的様相は、多様混濁であり、そこから、その混濁の闇に光を当てるように、実在への確立が行われる。この自然の根源的作用である多様混濁、とはどのような状態か。それは人間には意識不可能である。それは人間の深睡眠時の無に相当する。人間の睡眠や特に麻酔作用は医学生理学的に未だ確定していないが、一つの過程として自然の根源的状態が多様混濁であり、人間にはそれが睡眠時の無として認識され、その無から何度かの周期で覚醒に近づく時の夢知覚がランダムな展開として知覚されるが、幻の夢の色彩や像には記憶から由来する整った構成体が含まれている。独自の意識である主体性は自然の根源的存在からどのようにして生じるのか。人間の睡眠や特に麻酔作用は医学生理学的に未だ確定していないが、睡眠は生体が行う外界からの情報遮断作用であり、麻酔は薬剤を使用してのより強力な外界からの情報遮断作用であり、そのため
通核までも遮断することはほぼ間違いない。それにより、絶対無のような感覚が生じると言われるが、それは回復した記憶により語られる。その絶対無の感覚とは、自然のもともとの根源的存在状態だと思われる。そこから、独自の意識である主体性が生じるのは、その多様混濁の中から、一つの実在としての世界を作るように、人間の意識は働くのであり、それも自然のもともとの根源的作用だと思われる。また、主体性の成立は、そこに多様混濁を内在させるため、イメージや自由意志が生じる。さらに、記憶が主体意識の成立に寄与するが、その原型となる無名の主体性は、根源的な存在状態を一つの状態として確定するための必然的な随伴作用なので、人間の死においても消失しない。この私とは、この一人の私だけを指すのか、自然の根源的存在である多様混濁あるいは混沌は、無限の時間と空間あるいは無限の持続と広がりを持つと言える。この無限性が有限ある違和局所性に転じるとき、それは自発的な消失を前提とするのではないか。自然の根源的存在である混沌から、どのような作用によって秩序が生じるのかは不明だが、自発活動を有する生物は、その物質的組成内部に多様混濁あるいは混沌を内在させるため、主体的自発性である自由意志が生じる。その生命性が生じない無機物質は、その組成に混沌が内在しない。その混沌を局所的に有することは、いつかはそれが消滅することが前提になることであり、生物での死に相当する。局所性がいつかは消滅するのは、有限な局所性の維持には、そのための作用力が必要だからと思える。生物の死は必然であり、この宇宙も空間の有限性が証明されれば、いつかは消滅する。一番目の映像、人間は死んだらどうなるのか。人間は死んだらどうなるのか。人間の意識や自由意志が自然の根源的な作用なら、それは人間おのおのから生じるのではなく、人間おのおのの独自の機能でもない。人間の死は、老衰や病気などで生命機能の遂行が困難になるときに訪れるが、意識や自由意志は死によって消失することもなく、他の人間たちに受け継がれ、悠久の存在としてあり続ける。人間の死生観は、今、大きく変わろうとしている。I don't think there's any difference. I mean, the time that physicists deal with is essentially the same as ordinary time, except that physicists think of microseconds or picoseconds instead of just seconds. That means millionths of a second or trillionths of a second. So they can actually, physicists can think of very short intervals of time.But that doesn't really make much difference to ordinary life. I think much more big changes in our thinking are coming along with the biology rather than with physics. When biology advances, then we think differently about ourselves. And that really does make a difference. I mean, for example, at the moment, the most rapid movement in biology is neurology. We're learning how to study our brains and to take moving pictures of brains with magnetic fields. So you can actually see things going on in our own heads when we're thinking. And that's going to change the way we think about ourselves, I think, in a much more fundamental way.Well, I can't say I talk about it in depth, but it's true that
quantum mechanics makes atoms unpredictable. I mean, that was the big surprise, that when you understand atoms, it turns out you absolutely cannot predict what they're going to do. The laws are just don't allow exact predictions. It's there's a certain kind of freedom that atoms have to jump around, and they seem to choose entirely on their own without any input from the outside. So in a certain sense, atoms have free will. So that's, to my mind at least, it's probably connected with the fact that we have free will. We have at least a strong feeling when we decide to move a hand up and down that we're free to do it or not. And so it could be that we are actually using the freedom that quantum mechanics allows. So the brain is a kind of an amplifier which takes the freedom of movement of atoms and translates it into freedom of movement of our whole body. So that's at least my feeling about it. And we don't understand it in detail, but it looks as though there is a connection. Well, the human mind is just a sort of a clever device for using this freedom in order to achieve some kind of a purpose. And of course, animals in general do that. And humans have reached the point of being aware of what they're doing. ローゼンハイムポルターガイスト事件とエンフィールドポルターガイスト事件。ローゼンハイムでは法律事務所で起き、エンフィールドでは個人の家庭で起きた超常現象とされる特異な現象。このような不可解な現象が生じる可能性を有する2006年にジョン・コンウェイとシモン・コッヘンによって発表された自由意志定理。前回の YouTube 映像は人間は死んだらどうなるのかというテーマで投稿した。そこで議論の題材にしたのは、2006年にジョン・コンウェイとシモン・コッヘンによって自由意志定理と名付けて発表された論文である。それは量子力学での量子が因果的決定性から離脱して予測不能な運動となるが、それを量子の自由意志とみなして、さらに人間や生物の自由意志もその発展形だとするものである。そのマクロ系の自由度は、どの程度の範囲あるいは状態を持つのか。さらに、それは何によって制御されるのか。その自由度に、何らかの制御がなければ混乱状態になるかもしれないが、今回は、そのポルターガイストと呼ばれる超常現象に焦点を当てる。ポルターガイストは、古代から話があるが、超常現象として含めれば数多く生じており、投稿者は今回、代表的な事件を2件取り上げる。最初の事例は法律事務所で起き、後の事例は一般家庭で起きた。比較的最近起きた事例として、詳細な記録が残されている。3番目の映像、リベットの実験は、本当に、人間の自由意志を計測したのか。リウェットの実験に関する超強烈な疑問。リウェット実験は、なぜ現在の精密脳計測機器を用いて改良追試実験を行わないのか。リウェットの実験を追求していて、ふと気がついたこと。実は、投稿者 A 字351号さんがリウェットの実験を追求していて、ふと気がついたこととは、ボタン選択追試実験を探しても、詳細ページが簡単に見つからない、ということである。さらに、リベットの実験が、人間の自由意志を否定するのか、という議論は中途半端に終わっており、完全な決着はついていないのにもかかわらず、ボタン選択を加えたリベット追試実験は、2008年以降、
続いていない。リウェットの実験は人間の自由意志を否定したと、唯物論者が実に喜びそうな実験であり、その実験に左右のボタン選択が追加されて、自由意志の否定がますます現実味を帯びれば、その実験結果の詳細はネットで簡単に見つけられるはずであり、現在の精密脳測定機器を使って大々的に追試実験され、人間の自由意志は完全に否定されるはずなのだが、4番目の映像、量子力学と人間の自由意志。I'm Roger Penrose. I'm the Emeritus Rousbaugh Professor of Mathematics at the University of Oxford. I've been interested in issues to do with consciousness and its connection with deep issues in physics for many years. I certainly hope that this conference will be an opportunity to convey ideas of deep importance in how science is trying to grapple with these questions of consciousness and to promote these ideas to the general public and the arguments that go on between different points of view, which will go on and which must go on for a long time to come. There is a current view that consciousness is something which arises from some complicated computation. So we have our computers, and people think that because they can do things amazingly fast and they can calculate very quickly and they can play chess extremely well, that they're superior to us even, and that it's only that some complicated aspect of this computational activity, somehow consciousness arises from that. Now my view is quite different from this. I think there is a lot of computational activity going on in the brain, but this is basically unconscious. So consciousness seems to me to be something quite different. What we do when we understand something is not computing. There's something else going on. But at the same time, I'm a great believer in science, and that what's going on in our heads is still obeying the same laws that are going on in the universe outside us. However, those laws are not things that we necessarily fully understand today. To be understanding something, you need to be aware of it. And to be aware of it, you're conscious of it. And so you are invoking your consciousness. So to me, there is something outside the computational laws of physics. And when I wrote my book, The Emperor's New Mind, I was trying to develop this idea, and I was trying to say, well, there is something else out there. What could it be? Where is the biggest gap in our understanding of physics? There are lots of gaps, and you know, we don't know what governs the masses of particles, we don't know all sorts of detailed things. But most of these things don't have a direct bearing on what a brain does. I mean, it's the wrong scale. There is a big gap in our understanding of the laws, and this big gap is within present-day quantum mechanics. There are two procedures in quantum mechanics, the Schrödinger equation and the making of the measurement, and they're inconsistent. I say it quite strongly. It's not just that we haven't got the right interpretation of quantum mechanics, they're just inconsistent. Now that's interesting. If there was a huge gap, maybe that gap is where the theory has to be outside a computational system. Okay, this is, many people will dispute that and they say, well, this is, you know, taking your logic too far and so on. Well, it seems to me there is logic in this. The next step, though, is the one that people mostly question. Because if inside our heads we are exploiting that gap, it means that we have quantum development in the system which takes us to a level somewhat beyond present technology in our experiments. The experiments still support quantum mechanics, and we have not yet seen where something new has to come in. But there are good reasons, in my opinion, when we look at, going back to these two major revolutions of 20th century physics, quantum mechanics on the one hand, Einstein's theory of general relativity, space-time is not flat, it's curved, gravity is not a force, it's somehow a curvature. There is something quite different from other kinds of physics going on there.
if you bring these two great theories together, we see this conflict suggests strongly that there must be a change in the rules of quantum mechanics at a certain level. And that certain level is not too unreasonable that it should be relevant in the brain, because it has to do with the movement of mass of a very tiny amount. It's very big for quantum mechanical experiments, but very tiny for even for things in biology. So we're looking for tiny displacements of mass. That's the Schrodinger's cat, if you like. They can be in two places at the same time, but then it spontaneously becomes one or the other. And in its becoming one or the other, it's doing something non-computational. Now, when I wrote The Emperor's New Mind, I knew something about nerve propagation, and it just didn't seem to me there's a chance. There's no chance, because in nerve propagation, it disturbs the rest of the brain in a way which would completely destroy the coherence that you would need in your quantum system to be able to probe this new level in quantum mechanics. But still, I thought, you know, when I finish writing the book, maybe I will see the answer. No, I didn't. But the answer, in a certain sense, may have come because Stuart Hameroff read my book, and he contacted me and said, well, look, maybe you don't know about these things in the brain, these microtubules. And I thought, microtubules, what's that? In my ignorance, I didn't know about them. If I had, I might have said, well, maybe that's a good place to look. And it seemed to me that was a much better place to look. You could conceivably imagine the kind of isolation that was necessary. It still goes beyond normal people's understanding of the kind of isolation you would expect to find in a cell, but there was a reasonable chance. And since it happens, since we are conscious, we can understand things, we seem to do things which go beyond a purely computational activity, the logic is, well, maybe this is in the microtubules, because that's the best candidate I've ever seen. And so we got together, and the ideas we then developed from there. My ideas came from the physics and from my desire, that the feeling that in order to understand consciousness, we need this kind of level of coherent quantum mechanics, and that the state reduction has to come in. So it's the idea of the OR, if you like, has to be part of the scheme. But then exactly why, what part of the brain's involved, and where, what is the neurochemistry, what are the structures in the brain, that's all Stuart. So mine is on the physics side, and his is on the biological side. Eiji 351号さんは、科学的説明により、人間の死生観を根本から変革する。投稿者は、この他にも、人間の意識や自由意志を説明するアイデアを持っています。この人間の死生観を深く究明するためにも、チャンネル登録や高評価をお願いします。